ライムシュー。あ、ちょっとおばあちゃん、ちょっと眉毛が恥ずいわ。おはようございます。今日の企画はモーニングルーティーンを撮りたいと思います。最後まで見てください。よろしくお願いします。洗い流さないトリートメントをつけていきたいと思います。ポチ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 。いい匂いする。何の匂いか分からんけど美容室みたいな匂いする。じゃあメイクしていきます。カラコンはもう入れました。カラコンと下地終わったんで、それ以降のやっていこうと思います。コンシーラーやばいぐらい塗るの私。もうコンシーラーがファンデーション代わりと言っても過言ではない。ニキビ跡がマジでやばくて、なんか私もともと肌綺麗だったんだけど、なんか今年入ってからめちゃくちゃ肌荒れするようになって、ちょっと皮膚科に行かないとやばいなっていうぐらい。ちょっと私病院がねあんま得意じゃないんで、とりあえず下地とかコンシーラーでなんとかカバーしてます。マジでやばい。なんか一応ねカメラは照明焚いて撮ってるから、いつも YouTube だとそんなに分かんないと思うんだけど、生で会うとマジでやばいです。でコンシーラーはねなんかディオールのやつ使ってたんだけど、ディオールのがなんか腐っちゃって、今はとりあえず家にあるあのなんだっけこれダセムのやつ使ってます。で唇の色が濃いので、唇の色もね消していく。真っ白、まあ、適当にこう粉もねやっていって、なんか私肌もね最近すごい悩んでるんだけど、髪もね結構もともと癖っ気なのね。だから癖っ気だから、うねりとかひどい、あとパン乾燥しやすいから結構パサつきとかも結構気になるタイプの、本当にマジ髪質オアって感じなんだけど、髪質ガチャ大失敗みたいな。なんかこんだけ整形とかねなんかいろいろしてるけど、でもね私ね全体像をなんか生で会った時の全体像じゃないですか。まずはスタイル見て、顔のなんていうのちょっとまとまんないんだけど、顔の造形とかよりもまず最初に人が目に入るものってまずスタイルと髪だと思うのね。私はずっと思ってて、まあ、伝える髪が人間の見た目の中でも結構重要視される部分だと思うの。だってどんだけ顔が整っててもさ、髪型が汚かったりさ、なんか微妙だなと思うじゃん。だからさ、顔の造形って割と他人は気にしてない気がする。あ、そう、私ピンク、めっちゃピンクなんですけど、多分馴染むんで気にしないでください。あ、そうそう、なんかシャンプーがなんか市販の安いやつとか使うと、本当に私結構髪質によってさマジでダメな時ダメなの。だから安いシャンプーとか使うと髪がねバサバサでめっちゃなんか髪がダメになっちゃうから、最近はねシャンプーとか日頃のセルフケアね大事にしてます。騙されたあなたの悪いんだよ。よし、最近なんかさヒアルが下に落ちてきてさ、でかくなってるんだよね。なんかメイク下手くそになってきた。まあ何でもいいか。メイクむずい。
なんか私こんだけ整形とかさやってさ、ダイエットとかも頑張ってんのになんかさうまくいかない。最近ダイエットしてんだよね、心だけ、気持ちだけダイエット。なんか最近松江区も全然行けてないしさ、なんか最近マジ女子枠低すぎて終わっている。なんかさ年を理由にしたくないけど、全てのことがめんどくさい、わかる？なんか昔はもっと可愛い服着ておしゃれして可愛くいようみたいな気持ちでいたんだけど、最近もマジめんどくさすぎてもう何でもいい。最近ね、眉毛細めにハマってんだよね。細めの方が垢抜け、なんかね、めちゃめちゃ眉毛太かったんだけど、ずっと細めの方が似合う気がするんわね。私なんか眉毛変なんだよな。そう、だってやってもらってるでしょ。いや、なんかやってもらってたんだけど、今自分で切ってる。あ、そう。最近ね、メイクも髪型も服も全部適当なんですよ。いつも同じ服着てるし。ちょっと、メイクも髪型も全部あなたのため。メイクも髪型も全部あなたのため。髪型も全部適当。それは嬉しい。だから最近なんかね、私ってね、正直言いたかったんだけど、YouTube で動画をね、2週間ぐらい出さないと整形したって思われるんだけど、マジで何の整形もしてない。なぜならめんどくさいから。大きい整形はね、この前の鼻で終わってるんだけど、例えばさ、エラボトとかさ、糸リフトとかさ、なんかプチ系はなんか4ヶ月に1回とか1年に1回とか毎回ね、ちゃんと行ってたのけど、もうめんどくさいから糸リフトも今年は1回も行ってないし、エラボトとかもこの前、結構前に打ったもんまだしで、マジ何もしてない。なんか予約するのがめんどくさいやる気ゼロ。まあ多分そのうちまた気が向いたら行くかもしれないけど、だから糸リフトしてないから、最近はこうシェーディングで糸リフトしないとどんどん顔でかくなるんだよね。だから顔が最近でかいんだけど、もう気にしてない。あとって言ったことを騙された。はい、ということでちょっとね、メイクが完成したので、髪の毛やっていきたいと思います全部私が最近使ってるシャンプーなんですけど、メデュラのオーダーメイドシャンプーを使ってて、最近 SNS とかでもすごい見るようになったんですけど、前からすごい気になってて、13個の質問に答えるだけで約7万通りの中から髪質とか悩みに合わせて自分にぴったりのヘアケアを送ってくれるっていうサブスクなんですよね。髪質診断がこれなんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、ショック太郎って打つじゃないですか。あ、ショックちゃんやな。ほんで、新たなニックネームが印字されるんですよ。で、まあ、誕生日とかも打つんですよ。で、ライフスタイル、でも仕事に熱中、趣味に没頭、外に出て人と交流、まあ、あんましないけどな、みたいな感じ。休息は大事にとか。で、髪の長さは、わしはロングなんで、ロングで。で、ショクちゃんさんの髪の状態扱い、解決したいおかの髪の悩み、まあ、うねりだったり、癖だったりとか、パサつき、絡まりとか、枝毛、切れ毛だったり。髪の長さ細いです。で、髪の密度は割と低密度で、頭皮の状態は普通。ダメージの状態も分からんけど、まあ、レベル1。お手洗いも毎日使う、カラーは月1回。まあ、こんな感じでね、いろいろ書いていくんですよ。日常的に使用しているヘアアイテムは、まあ、ヘアオイル、ヘアミルクだったりとか、まあ、いろいろね、なんかこの、ね、自分の髪質の理想を語っていきます。そうすると、あ、髪にまとまりたい代わりとかもね、これ選べるんで書いてって、そうすると自分に合ったヘアケアの商品を送ってくださります。マジでこのシャンプーいいと思った。これガチ、あのね、髪毛がめちゃサラサラになる。すごい。だって今日ね、アイロンちょっと通しただけでこんなにサラサラなの。私結構ね、癖っ気なんだけど、
サラサラだからおすすめです。サロン向けの商品とかを作っている会社さんと共同開発したプロ仕様の商品みたいで、成分もサロンクオリティなんですよね。結構前からあるサービスなんですけど、いろんな人の髪質のデータとか声とかを元に最近リニューアルしたみたいなんですよね。成分も新しくなって、香りも5種類から選べて、今回私はフラワーを選びました。これは髪質診断に基づいて髪の悩みなどに応じた成分でパーソナライズされるシャンプーとリペアらしいです。マジでいい匂いする。なんか男性受けも女性受けもしそうな、すごい清潔感のある爽やかな香りなんですけど、病院帰りのような匂いで私はすごいお気に入りです。これはダメージをケアするスペシャルトリートメント、週2、3回程度の使用が推奨されてるらしいです。なんかめちゃめちゃサラサラになっていい感じです。私すごいねダメージもなんだけど、マジで病院帰り並みの髪の綺麗さになるんで、これはね使っていきたいなと思いました。ミドゥラ史上最高峰のダメージケアらしいです。洗い流さないトリートメントで、さっきもやったんですけど、濡れた髪につけて放置してドライヤーするやつです。コロクシ、これコロクシマジおもろい。なんかねすごいね、髪にめっちゃ良さそうじゃない？すごいね、なんか繊維、なんかね普通のくしじゃない、なんかすごい細くて、なんかマジでいい、なんか頭皮が気持ちいい、わからんけど、なんかとにかくいいです。あのすごい通しやすい髪に。オーダーメイドだといろいろ使ったりしなくても、私の悩みに合わせて作ってくれるから、探して試さなくてもいいし、結構コスパいいんじゃないかなって思います。香りも結構好み分かれると思うんですけど、メドゥラは香りも変えられたり季節に合わせて変えられたりもするから、飽きずに使い続けられるのがいいなって思います。はじめまして、万年食太郎です。今日はインスタライブ始めたいと思います。な今日は適当コーデで、シーンで買ったよくわからないポロシャツとスカート。はい、ということで今回紹介したメドゥラなんですが、この動画を見た視聴者さんのために300個限定でとってもお得なコラボキャンペーンを用意していただきました。シャンプー、リペア、ヘアマスク、ハイパーリンクセラム、スカルプリフトブラシの豪華5点セットが、通常だと単品合計で税込み 27,170円なんですが、なんと300セット限定で約 78% オフの初回5940円で購入できちゃいます。気になってたよって方もこのお値段はかなりお得だと思うので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。今なら送料も無料らしいです。数量限定なので早めにチェックしてみてください。シャンプーとリペア5種類から香りが選べて、ヘアマスクは私が選んだジャスミンローズの香りのオリエンタルがセットになります。前に使ったことある人とか調べたことあるって人もいるかもしれないんですが、サイトもリニューアルされてて、ウェブ上で停止やお休みの手続きも簡単にできるようになっているので、面倒臭い手続きも何もないし自分のペースで使えます。あとすごいなと思ったのが、美容の専門家の方に直接悩みを相談できるようになったみたいです。めちゃめちゃでも本当にいいと思います。本当に匂いも私好みで、女の子らしい可愛い香りだし、あの髪質もねすごいサラサラになって、めっちゃ私はお気に入りです。私だってアイロン通しただけでこんなにねストレートになることマジでないんで、はい、めっちゃ私はもう絶対これ捕まえて使おうって思ってます。以上モーニングルーティーンでした。なんか私のモーニングルーティーンは基本夜撮影なんで、夜に動く、夜行動してるんで、こんな感じで毎日お風呂入って歯磨いてスキンケアしてメイクして出かけてます。ということでちょっとご飯行ってきたいと思います。バイビー。